様々な結果があったと思うんですけどこれで特に判明したことっていうのは判明したことっていうのはやっぱりピラミッド単に石積み上げられてるんではなくて例えば一段一段があのレゴ状レゴブロックみたいな形で凹凸があってはまるようになっていたりあとあのこういうあれは頂上なんですけど頂上部分のところの枠の部分だけが水平を保たれてて骨組み構造になっているのが分かったり実際にやっぱりいろんな手法でピラミッドってられているんだなっていうのは あの分かってきてきますね、うん、今までほとんど気丈の論理なんで、うん、もうこうじゃないかっていう、うん、そうじゃない形で、うん、まあなんかあの現場検証みたいにして、うん、私たちはデータを取って、えー、作り方を解明してるっていう形です。 これだけやっぱ国力があったのは、それだだけ豊かだったんですね、この、ね、国は。えーねね、豊かですね。それこそ,その、もうエジプトっていうのはナイル川の氾濫があったので、うん、その氾濫の後、まあ種をまくだけで実りあり収穫物が得ることができたっていうのでそれこそあのローマとかクレオパトラのああいう時代なんかにもエジプトのそういう国力 を求めてみんな来てたりするのでエジプトはすごくやっぱり豊かだったと思います昔から、はい、今はそうでもないんですか今はそうですねそこまでやっぱり <laughs> あの栄枯盛衰があるのでアラブの時代にまあそれこそ有名なあの十字軍遠征の時代にサラハイルディンサラディンってね映画なんかにも出てくる時にまたバーっとこうあの時代が盛り上がりましたけど今はそうですね発展途上国というか第三世界の中ではあのすごく今盛り上がってはいますけれどそこまで昔 のような栄光があるわけではないですねナイル川も氾濫しないですし <laughs> なるほどね <laughs> でもナイル川が氾濫するのでかかったんですね大きかったですねやっぱり我々の氾濫のイメージと違ってナイル川はゆっくりと氾濫してゆっくりと氾濫がまたなくなっていくので、うん、そういうのを見ても多分全然昔の風景と今とは違いますね。 うん、栄養のある土が降りてきますもんね。そう,そうです、そうで、ん、す。はい。まあ、今アスワンイダムとかあるからね。うそうですね。落ちてこないですもんね。うん、ダムで全部せき止められちゃうから。ああいうダムって大変ですよね、春節が。あれもやっぱり当時やっぱり政治的な、まあ、いろんなものがあって。まあ、ロシアのね、まあ、あの、うん、あソ連ですよね。の、あの、資本で建てられたものではありましたけれど。うん、まあ、あれがあるために今は、逆に電力がエジプト。 まあぬまかないという、まあただ今火力発電が結構主なに変わってくるんですけれど、<ー>古代のエジプトでこれ高度な文明がやっぱり発達した背景、まあもちろんそのナイル川の氾濫の話とかあるんですけど、このあたりはどういう背景があるというふうに思われますか？まあでもやっぱりね。 ナイルの反乱が大きいいんでででしょうね一番かナイルの氾濫がもう圧倒的ですよねやっぱ食べれるってでかいですなるほどねもうえやっぱもう食べれるっていうことがもう何よりですねであとはあの国力として見た時にはエジプトの国自体が左右が砂漠で上は地中海でで南側のカタラクトってナイルの反乱が狭まったなんでしょうね天然の要塞みたいになってるんで、うん、なかなかやっぱ攻め込みにくかったっていうね えー、もうあと一つはエジプトは文化かな文化,です、ね、文化が優れてたので、うん、その文化が力でした、ねうん、もう例えば他のローマの人たちも入ってきた時にローマの将軍として統治するんじゃなくてエジプトのファラオとして統治するとかんみんなやっぱりエジプトを真似したがるというか東アジアにおける中国みたいなもんそうですあそうですね まあだからねあの現代の文明にもねあのすごく影響を与えてる意味で言うとヒエロ・ギュリヒュ うん、があれもエジプトの時代に音文字としてて使われてたんですかそうですねあれは標音文字と標語文字がどちらも混ざったような、うん、あの形なんですけれど、うん、もう昔からやっぱり使われていてただエジプト文明がなくなった後は一部コプト語っていうので、まあ、原始キリスト教が使っていた言葉としてちょっとだけ残ってるぐらいで1400年ぐらいもう かからなかったんですけど、うん、去年がそのヒエログリフが解読された200年っていうことで,、うん、えで去年がちょうどあとツタンカーメン王ボも発見されて100年っていうの、ねうん、実はエジプト考古学の中ではすごくこう、うん、その2つのイベントがまあでも確かにヒエログリフが解読されたのってあの何でしたっけあの碑文。 ロゼッタストーンがきっかけですもんねきっかけですねあれはギリシャ語とあとエジプトの民衆文字とあとヒエログリフっていうので実際には2か国にはなってるんですけどちょっと言葉が3つの言葉で書かれてそれは解読ででききたたの大かっすいや多分ね皆さんも私もそうだったんですけど壁画とか見たらなんかすごい全部宗教的なものが書いてあるのかなってイメージですけど。 あのピラミッドの時代の壁画で何かこう見てたらあのなんでしょうねパン焼いてるシーンがあったら「熱い」とか「すごいそのままだろ」うっていうような「重い」とかなんかそういうことが普通に書いてあったりするんで。 逃げくさいことが分かりますよ、ね、いやでもよくねあの時代にそこまで文化が発達したもんですよねも文字が発明されて、はい、そういうふうに、ね、伝えられたわけですからね,ねパピルスまでででできてるわけすすもんねねそうですね、はいうん、まあまあでも多分その先ほどの,その天然の要塞みたいな話っていうのはすごく僕は重要だと思っていてあの、まあ、同じような文明でそのインカ帝国ってあるじゃないですか。はい マチピチュの遺跡とか行ってきたんですけど、うんうん、やっぱその神殿部分の建築ってめちゃくちゃゃくなんですよね、うん、もう石組みがミリ,ミリ単位とかもうコンマ1ミリ単位みたいな石組みをしてるわけですよ。インカ帝国って戦争がなかったから、うん、その国家予算というか、うん、その集めた富を建築と農業と天文にぶち込んでたらしくて。 だからそこが北緯何度かってところも分かっていたし農業技術に関して言うとマ、まあ、チュピチュって高度多分1 0 0 0ル以上のその差の作物をたった2 0 0メートルぐらいの間隔に植えてたらしいんですよ。じゃがいもの種類も100 1,000種類以上あったらしいんですよね。うん ジャガイモとまあでさつまいももじゃがいももトマトも全部、うん、あそこから唐辛子も全部あそこから来てるわけですけどやっぱりだからそのどこにお金を使うかみたいな、うんはい、ところはやっぱりあるんじゃないですかやっぱ軍事とかに金をバーって持ってかれるとやっぱりそっち方面にお金いかないですよね。ね その自然の要塞の中で、そういったものがどんどん育まれてたってことそうですね。やっぱりそれは大きいと思いますね。もうあの天然の要塞があって、その中でのまあ、変な話なんですけど、多分皆さんエジプト見たら、これエジプトだなってなんとなくわかるんです、うん、でも、メソポタミア見ても、インダス見ても、うん、どれがインダスで、どれがメソポタミアかとか、ちょっとわかりにくいですけどエジプトってなんかすごい独特じゃないですか、ね。うん、ファラオみたいなね、うん、あの形。あれを 文化としてやっぱ育めたっていうのはあの世界の中にある種こう完結したものがあってそこで完結してても食べれるし、うん、すごくやっぱりいい生活ができるし、うんえー、で固形燃料なんかもあのさっきのピラミッドタウンで言うとあの時代で固形燃料が97%とか6%ぐらいあのナイルアカシアっていう木なんですよ。バ、うん、バンバン燃やして炭使ってっ光光とするような世界が あのピラミッドの中にあったのでもう4,500年前の他の文化から考えると多分信じられない光景だったと思うそこまで豊かだと外国の優秀な人が頑張ってエジプトに来てエジプトの人になってんか教育とか測量とかのところで活躍するとかより外国の情報が入ってきて発達するみたいなことってあったんですか えー、ピラミッドの時代にはないんですけれどその後の時代にやっぱりあの外国の人が入ってきて王族と婚姻関係を結んでみたたいなのはありました、ねうん、それはただ面白いのがテキストに書かれてあることと考古学的に書かれてあることって全然一致しないんですよ。 テキストに書かれてあることはなんか神の一撃が起きてヒクソスっていう遊牧騎馬民族がエジプトをの滅ぼしに来たみたいなことが書いてあるんですけど考古的に見るとあの緩やかに人たちが入ってきて婚姻関係とか結んで子供を産んでとかいうのが分かってるのでただ後のやっぱり人たちはそこのところで歴史のまあ改ざんではないんですけれどやっぱりこう理想的な話をして残していくっていうそういうい、うん、それはねあの勝者の歴史歴,歴史ってのは勝者のものですからね はい、だからそういう意味では必ず、まあ、どちらの情報も、まあ、地面から来る情報もどちらも見た方が、うん、まあ面白いな面白いです、ねうんうん、まあだからねあの残されてるからねいいですよね、うんはい、ある程度。うんうん、日本とかだとね考古学大変ですこれね日本や中国でもこれ巨大なあの墓の建造っていうのはあるんですけど、うん、これ古代の王権にとってこれ。 墓とはこれ何だったんでしょう？当時の古代エジプトの王はまあ、王というかそうですね。支配者は基本的にあの支配者として時間と空間支配するんですよ、ね。まあもちろんその土地を持つっていうのもそうですけど。まあ日本のものとは少し意味合いが違うかもしれませんけど、王が変わるたびに年号変わるんですそれはやっぱりその時間も支配しているんです。ん当然ながらで時間と空間支配した後、彼らが最終的にその支配というか。 あの克服するのは死,なので死はもう今まで誰も克服したことがないっていうまあエジプト人はその中でもライセもちろん信じてましたけど、うん、そのためにこういう巨大なものを作るっていうのは、うんうん、あるんだと思いまます。まあ、ミイラとかもねそうですね。<ー>ミイラってエジプトのミイラってこう内臓を取るんでしょうねツタンカーメンだったらこの辺に。うん なんか刃渡りやってこう内臓を取って鼻のこの鼻行からひっかき棒のようなもので脳みそをこう出したりするんですけれどそういうのをあのいつ頃から始めたのかっていうとあの大ピラミッドの時代から始めてるんですよ、うん 最古の,のミイラの,その内臓を取るっていうのが大ピラミッドを作ったクフ王の母親のヘテペレスっていう人なんですけどなんか私の中ではなんかすげえなと思うのがやっぱりこう自分のお母さんの亡くなった遺体からいきなり内臓を取ってもっとこう塩漬けにしてもやろうとするそういうんでしょうねイノベーティブなことをしようとするのがね面白いなと思いますね。<laughs> いや、そう内臓が入ってる壺がね、<laughs> ありますね,ね。あるんですよ。写真撮ってたら怒られちゃいました。<laughs> <laughs> 内臓を取る壺の中の状態ってのはどういうふうになっているえっと、もうそれこそいろいろですね。はい、あのもう4500年前のそのヘテプヘレスのもので言ったらもう見たらもうなんか砂みたいになっているものもあれば、はい、あのちゃんと保存状態がしっかりいいものもあったりして、現代の技術で調べるとツタンカーメン例えば内臓を調べたら細胞 まあ全部は分からないんですよ。どういった系のものを食べてたのか、うん、スタンカーメン最後の日が分かるとかあの、うん、そういう,ふう何食べてたんですか。いやそこはね、あの分かると言われていますけど、調査許可が下りてないです、ね。あ,<ー>あのあたりすごいセンシティブなので、それこそミイラは。<ー>ミイラやっぱセンシティブなんですよね。すいやセンシティブです。やっぱ日本でもあんまり想像できないんですか。皇族のミイラを外国体が入ってきて、ね、調査するってありえないですよね。 いやだって日本の皇族の墓なんかねもう発掘,す発掘調査すらできないですからね、はい、そ,その中でもミイラで分かっていることってどういうところですかチタンカーメンなんかはただその後エジプト隊が調査した時に内反則だったとかあとあのその死因が分からなかったんですけど最終的に多分戦車か何かで大腿骨。 かなあの骨折してるで折れたとかあとマラリアにも何度かかかってたっていうのが分かってたりするのでツタンカーメンのそれまで例えばこうお墓の中で杖がめっちゃ出てきて130本以上。んでなんか発見したのがハワード・カーターっていうイギリスの考古学者でいや杖マニアだとか言ってましたけど当時は。だた,ただミイラー調べると明らかにやっぱ足が悪かったんですよ。そでそれであの壁画とかにも常に杖をついてる。 状態でやってたりするのが分かってたりするのでそういうことがすごく面白かったりします。うん